日曜日にお二人に同時にお会いできて、お二人とも丁寧な対応で、うん楽しくお話してくださったので涙が出るほど嬉しかったです、はい、お二人の良い人柄が大変大変よくわかりました。さすがいつも通りの放送だなと思って聞いてましたよと、ね、直接お会いしてみて分かったことがもう一つ、深野アナの足が長かったこと、ほら来ましたよ。出たじゃないよ、その足、ね、これからも私たちを楽しませてくださいねというメッセージでございます。ただね、何とか言ってますけども、その長い足が、まあ筋肉が全然ついてないということが判明しましたよ。だから、2日間まあいろいろな方とねこう触れ合うべく歩き回ってたんでしょうけど、別に走ったりとか何もしてない、激しいことはしてないのに、はい、なだから要は2日間、日曜日終わった瞬間、僕をね、こう要は控室に連れてって、控室に着いた時が、あしゃあ釣ったっつって、両足座れない、足で座ろうとしたあー釣る座ろうとする、あー釣るっつって、ずっと立ったりする、あ結構上がってきた。じゃあガンプラ作りながら、そうそうそう、足が立ったりだ、でごめんなさい今これねずっとあの座っちゃうと足がみたいなことで、水水っつって、そう20分近くずっと同じ格好しかできなくてね、しかもそれであのそこにちょうどね控え室に営業さんが、例のサンバカトリオの営業さんがいて、営業さんがわざわざ無線で今深野健二が足つってます、どうしますか。ディレクターさんがほっとけ。そうそう、それこっち完全に聞こえんだからね。失礼だよね、こっちが苦しくて、言う方も言う方だけど、言う方もそうだし返す方ももっとひどいからね。ほっとけそんなの、ひどい、なかなかいいね、忙しいんだろっていうか、撤収作業ですね、ずっとだからほんと15分くらい、あー座れた、痛い痛い痛い、ただ足疲れてるから座れた座れた、あー痛い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 、ずっとコントみたいなことやってたからね、一人でね。あれは辛かった。それでね一回治ったのよ、そう日曜日の夜も治って、月曜日もずっと、昨日普通だったでしょ、昨日家に会社仕事終わって帰るときに、あれやべえ足が痛いと思って、今日足を朝起きたら、もうベッドから足つけないの、痛くて、だ会社行けないかもって思ったでしょ。そう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 、で揉んでこの湿布張ったらなんとか歩けるようになったから、だからそれでさっきもさ廊下をねこう歩いてる時、あんよんが上手、じゃあ走ってみるやつは走れない。でも走ったよ走ったよ。いやさっきね。生放送中は。ああということでございまして、はい、まあそんな状況でございますが。そんな業務連絡もありましたが、はい、もうコカンプラのコーナー。だから私たち実はだからラジオ祭りでも、はい、一瞬の隙をついて小1時間ぐらいかな。そうですね。ちょうどね、あのラジオブースで、藤松健君がまあオセロ対決をやってて、はい、まあ、藤松健君もずっとねオセロやってるの大変なんで、私たちが、それ深野さんそれマイクだから、ね、今見せてるの。マイクに向けて今ガンプラ作ってるよってやってたから、本当にさ今それがカメラで撮られてたと思うんだよね。これはマイクだよおじさん、これマイク、ずっとこれカメラだと思う、マイクだろ、カメラはそっちだよ、これこっち、マイクに見せてた今ね、こうだよ本当に。でまあ藤松健君がそのラジオブースでオセロをやってる合間を縫って、はい、私ちょうどティモンディさんたちの裏だね、そうですね、ティモンディさんたちが、はい、だからラジオ長屋に出てた、そうです、そうだ、ステージじゃなくて長屋の中継を横でやったんです、これからステージやりますっていう告知をなさってた時の脇で、脇でこっそりとガンプラを作ってて、はい、僕は実はこの、エントリーグレードの、はい、RX-70 ガンダムの、これねスノーあのスノーイメージカラーっていうね、あ白っぽいね、白いなんかね、サッカーでいうとアウェーですまあまあアウェーにいいでしょ、いいでしょ表現、はい、お菓子のスノーっていうところのお菓子のおまけについてたやつ、はい、ああそうなんですか、これエントリーグレードで、だからもう小1時間かかんないぐらいで、足元だけ水色の、ああでもどうだろう、あ水色白なんだ、全体的に水色と白と、はい、はい、のスノーカラーっていうのを僕は作り上げました、はいはい、これ一応ね、まあ、YouTube 今ね、撮影してるんで作りましたってことで、はい、私は今あので引き続き、ね、作ってたやつを、わざと持ってきてたんだよ、だからね、でもね全然やっぱり会場でも喋ると進まないね、しかもね、でももちろんティモンディさんメインよ、はい、ティモンディさんのところにわーっと人がなってて盛り上がってたの分かってたけど、あえて私たちのところにこっそりこう集まってくださって、ティモンディさんが5メートル横にいるのに私たちの前でプラモデルを作るのを見てた方 は、ね、これはすごいです、本当に作ってんだねっつって、そう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 、なんかさっきメッセージも来てたらしいけどね、そう
本当に作ってると思わなかった。本当に作ってで SNS あの YouTube で動画がアップされておりますので、はい、うんうん、ちょっとあのそれも見ていただくと、そうですか、ね、くったらない喋りをしておりますが、はい、ちょっとあのだから、僕らが作りましたっていうのを確か佐藤さん、佐藤さんがね、はい、あの写真撮ったらインスタに上げてくれてるんで、写真も上がっておりますよ、はい、で僕は引き続きだから、RX78F00 ガンダム100分の1の、はい、エコプラで私もエコプラのグーフが引き続き、はい、まあ、出来上がってないんでね、はい、作っているということでございますね。まあちょっと今日ディレクターさんは忙しいから多分ゲルググ作れないだろうね。あー全然もうプラモデル出してないもんね。プラモデルを出すことすら今日はないでしょっていうか、プラモデル自体が飽きてきてる感じがするんですけど、あ多少それはあるよね。あ叩かれた、今叩かれたシーンが今録画されてるね。録画されます。あこれパワハラ流れますよ。パワハラですよこれ、はい、まあセクハラだね、パワハラ。これ撫でてんだけど撫でちょっと恥ずかしい。撫でてやらしいよね、動画に映ってるって撮ってるっていうねこの人。あー急に肩も見ました。なんだろうねこの会社、危ない会社だ、ね、ブラックもいいと思うよね。まさに本当ブラックだよこれ。でブラックって言ったら里井のブラック持ってくるって言ったよ。あそうだ、これブラックコーヒー、これなんか色が、これ里入り、こちらみたいな色なんだ。大丈夫なのこれ。これどう見ても色ついてるから。クリープ。クリープ入ってる。しかもなんか深野さんだけなの。あ、俺あ乾杯。乾杯。なんで乾杯。あ、重くない。クリープのみ。クリープのみ。はい、あ、さすがにもう私の血圧が上がってるの知ってるから。しかも今ね、あのふくらはぎも大変なことになってるから。ちょっと気遣ってくれたんだろうね。パッチパッチシップ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 だから分かりづらいよ。だパッチ2枚とシップ4枚ってこと。そういうことです。大変だよね。痛いだから、ね、野球部のキャッチボールじゃないんだから、ってさ叩かないでよ。痛いな、いい、ね、本当に。メッセージ1つぐらい紹介してるといいんじゃない。メッセージ40秒ぐらいだけどいける。ここさガンプラ作りますかって言って俺作らせてくんないんだね。してますけどね。そう、ここでガンダムが回ってるっていう。わざわざ私物を、すごい、私物の飯田さんの私物を、今こないでステッカーとアンバサダーの名刺をいただけても最高。高野さんはじめアナウンサーの方々からいただいたお名刺やちょっとした会話も